回の出版に至るまでの経緯、どうした流れで出版するのか。ずっと書きたい本があって、でそれは村井充という一人 の, そのサッカーの外側、世界の外側から来た人間がやってきたことで、J リーグにどういう変化をして、それによって何が変わったか、でその歴史的な意義はどうだったかということを書きたい。それの、書きたいっていう目的がすごく明確だったんですよ。なおかつ僕が書きたいと思った時に、じゃあそれに対して取材をいいよって言ってくれる人ばかりだっただけれども、本にするとなった時に当然出版社版元が、ちゃんとなければ本は流通でき、完成しないし流通をしない、実はそこが一番の戦いだったように思います。富田さんがこの村井さんについて書きたいと思わせたということだと思うんですけど、例えばジャパニーズオンリーとか、子会社を一本化するとか、ダゾーンの交渉とか、あとはそのデジタル戦略で、観客一気に増やしたとか、そういった成功の部分もあるけれども、僕一番書きたいなって本当に思ったのがコロナの時ですよね。 JA が本当どん底になった時に、この人は逃げなかったんですよ。今逃げる人ばっかりじゃないですか、あるいは責任回避する人ばっかりじゃないですか。なんかそういう世の中をずっと見てた時に、あ、J リーグだけは違うなと思って、実はそれが一番だったんですね。日本という国に結構絶望することが多い、コロナ禍だけじゃないですけどね、この本にも書きましたけど、 J リーグの30年って失われた30年とほぼ重なるんですよ。でその失われた30年ということを、実体験している人間からしたときに、あ、結構救いとなったのが J リーグだったんだなっていうのが、一番の僕が思うことであり、それをサッカーあまり知らない人にも知ってほしかった、そこにつきますね。村井さんっていうのはどういった方に見えますか。すごく優秀なビジネスマンであり、経営者であり、改革者であるっていう面は確かにあるんですね。で皆さんそれを、イメージされてると思うんですよ。でもそれってね、結構実は半面でしかないんですよ。でもう半面はというか、やっぱり実は自信がなかったりとか、怖いと思ったりとか、普通の人と同じようにやっぱビビったり逡巡したり悩んだりする人なんですよね。そういう人がなぜ J リーグチェアマンっていう重責を担い、なおかつコロナ禍をはじめとするさまざまな危機に対して立ち向かうことができたかっていうところが、僕はすごく実は興味があった。ビジネスの成功者が J リーグのチェアマンになったことっていうところで、僕は異端のチェアマンというタイトルをつけたんですけど、意外と周りから凡庸と思われた人も、あるところで勇気を出せば何事かを成し遂げられることができるんじゃないかという、そういう勇気を与えられる本にしたいなって思ったし、それが村井さんが体現したことです。村井さんはすごい人であり、実は普通の人なんです。逆説的なんだけどね。で普通の人もすごい人になれるチャンスってあるということを、なんかこう世の中に知っての人たちに知ってほしいなと思います。もう一つ言うと、リクルートっていう企業文化、これは僕結構ずっと興味あったんですけども、それと G リーグが合わさることで生まれる化学変化、サッカーはサッカーだけ、ビジネスはビジネスだけでずっと生きてた人たちが交わることによって何かが生まれるっていう、このダイナミズムっていうのはまだまだこの国に起こり得るんだなってことを今回の取材ですごく感じました。村井さんっていうのはそういったコロナ禍と比べてどういった方でしたか？各チェアマンは今の野々村さんも含めてですね、すごく優秀で勇気があって、でなおかつサッカーを愛する人たち、これはもう間違いない。ただなんか時代によってビジネスによる人、競技による人、振り子のようにこう変わってるなっていうのが、歴代チェアマンを見てる印象ですね。村井さんはまずビジネスに思いっきりこう舵を切った人っていうところで、
今後チェアマン何代続くか分からないですけども、それで初めての人というと歴史に名を残すでしょう。ただ一方で、じゃあ完璧にビジネスの人かっていうとそうじゃなくて、やっぱりこうサッカーの人っていうよりもサッカーファンなんですよ、サポーターなんですよ。だから本にも書きましたけど、間違いなく言えるのは、浦井さんは初めてサポーター出身でチェアマンになった人、この事実は変わらないし動かせないと思います。最後にこの本をどういった方々に読んでいただきたいですか。全員全員っていうのはサッカーファンとそうでない人、僕の見てる世界はサッカーファンとそうでない人に分散されてて、サッカーファンにはもちろんなんですけど、サッカーあまり興味ない人、サッカー普段視界に入らない人にも向けた本です。でも今この時代、この日本という国に生きている、この時代を生きている人という意味では、サッカーファンでもそうでない人も関係なく、全ての人たちが当事者であって、その人たちに両方に分かるような、書き方をしたつもりですので、両方の方々に読んでいただきたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ついついに拝見しました。はい、ありがとうございました。